皆さんこんにちはレック専任コースの友杉ですさて今回はですねこちらですはい、2020年の週一完成合格フルコースこちらの説明といいますか、えー、ガイダンスといいますかまあ模擬講義といいますかまあ、そういったものをですね、えー、やっていきたいというふうに思います さあこちらの週1完成合格フルコースなんですけれどもまずどういう講座なのかというところから、えー、少しお話をさせていただきたいと思いますまずですねはいこちら2020年週1完成合格フルコースということで週1回の講義と徹底的な過去問解説で効率的に合格を目指すというふうに書かれておりますでこれはどういうことなのかといいますとまずですね はいこんな感じで講座が進んでいきますよということがですねちょっと全体像として、えー、こちらにあります。でまずですねこちら「基礎力養成コンプリート合格講座」という講座がございます。でこちらは、まあ、いわゆるインプットの講座ということではい、えー、こちらですね見ていただきますと。 宅建合格の取説基本テキストを徹底活用分かりやすく丁寧な講義で基礎固めというふうにあります、えー、この「ですねけん士合格の取説という本がこちらありますけれどもこのテキストを使用してですねインプットをやっていこうという講座になっていますでレックではですねこのインプットの講座としてはですねスーパー合格講座という講座があります でそのスーパー合格講座とこの基礎力養成コンプリート合格講座何が違うんですかと、えー、いうところなんですけれども一番の違いは回数です、えー、スーパー合格講座は全部で34回それに対してこちら基礎力養成コンプリート合格講座は17回ということでちょうど半分になってるわけですね、えー、ですので まあ基本的には週に2コマあるのがスーパー合格講座それに対して週に1コマ、えー、こちらがコンプリート合格講座ここが大きな違いということになっていきます、えー、ですのでまあ短い時間でインプットができるこういうですね特徴がありますそしてはいこちらご覧ください 学んだ知識は過去問でしっかり復習自分のペースで繰り返し学習しましょうということではいこれと同時並行でですねこちら過去問セレクト300攻略講座という講座が、えー、ございますでこちらは何かと言いますとこちらはアウトプットの講座になるんですけれども「はい卓研士合格の取説基本問題集」というものを使っていきますこちらですねはい 宅建合格の取説基本問題集というものを使いましてアウトプットの練習をしていくというものなんですけれどもこちらもですね特徴がございます何かこちらです全問解説とそうこのテキストの問題300題載っておりますけれどもはいこちらですね。 表紙のところにあります、えー、合格に必要な厳選300問というふうにありますけれどもこちらの300問の問題を全問解説していこうというのがこの講座の趣旨だということになっていきますまあ、こういう講座ってなかなかないんですねもうその一冊の本を全問解説していくという講座なかなかないものになってますのでまあ、そういう意味でもですねこれは一つ特徴なんじゃないかなというふうに思いますでこれをですね 同時並行ででできるとということなんですどういうことかと言いますとこの基礎力養成コンプリート合格講座は通、えー、通学の講座と通信の講講座座とと信両方ありますます、あ、ただ通学の講座は新宿エルタワー本校だけなんですけれども通学と通信と両方ありまして例えばじゃあこちら通学を選びましたと通学を選んだとしてもこちらはい。 過去問セレクト300攻略講座こちらは通信のみということになりますので生講義で講義を受けていただいてそしてそのままご自宅に戻っていただいてその週の範囲の「過去問セレクト300」を見ていただくという形でこの「 ねえー、教室に来て、えー、自宅で学習し教室で来て自宅に学習しというこのサイクルを作ることができるのが通学講座とといいうことになっていきます、えー、ですので、まあ、そういう意味ではですねこの同時にインプットとアウトプットができるという強みがある講座になっております。それかららこちらも通信 そしてこちらは通信しかないので全て通信というものを選んでいただきますとこちらの通信の WebDVD を見ていただきそしてそのままこちらの過去問セレクト300に入っていただくそしてまたこちらのコンプリート合格講座にという形でこの通信の中でペースを作ることもできます。 で生講義ですとその生と通信両方やることによりまして例えばですねこの生講義というものを毎週受けていきますそしてこの通信のところもやっていきますというと まあやっぱり、ね、通信オンリーというふうになってしまうとなかなかこう溜まってしまって聞けないっていうこともあると思うんですよね。それを毎週通学やることにによってペーーースメーカーにすることができるね、えー、じゃあ前回の「過去問セレクト300、ねえー」見ましたかみたいな感じでこう生講義で、えー、言えばですねあ見てないやばい早くやんなきゃというようなですね、まあ、そういった一つの、ね、ペースメーカーとして使えるのが通学クラスになってます。 では通信クラスはあって言いますと通信クラスはその先ほども言いました通りスーパー合格講座の半分ということなんですよねスーパー合格講座の半分ということはそう、えー、例えば DVD を選択していただきますとスーパー合格講座だと DVD が34枚あるわけですでそれがですね半分、えー、17枚 ねえー、これもう、ね、もらった瞬間にうわこんなに聞かなきゃいけないのかっていうこの、ねえー、威圧感といいますかねそのたくさんあるなっていうものが、まあ、半分になるだけでもモチベーションというのは結構変わってくるものです。えー、ですので、まあ、そういう意味で通信オンリーだったとしてもですね、うん、結構このペースは作りやすいというですねそういった特徴がございます。そしてこれ えー、基礎力養成コンプリート合格講座17回終わりますと次は今度は生の方でも演習講座が始まっていきます、えー、生講義の方でも実践力養成パワーアップ演習講座というですね、えー、こういう講座に進んでいきますでこちら基礎知識の活用法徹底伝授ということで今度はこちらの過去問セレクト300にある講座の問題よりも若干 ね、難易度が高かったりあとはですね、えー、いろんな分野が複合されている問題だったりとかですねあとは最新の問題であったりとか、えー、そういったものをですねこちらの演習講座の方でやっていきましてそしてその後ですこちらがもうこの講座一番の特徴ではないかと、えー、いうふうに思うんですけれども何かと言いますとはい直前対策ご覧ください。はい究極のポイント300攻略講座 それから試験に出るとこ大予想会それからとにかく6点アップ直前駆け込み講座ということで実はこちらの直前対策の講座はレックの,その、ね、期間講座でありますプレミアム合格フルコースなどと同じ講座になっています。ということは直前期はレックの期間講座と同じということになっていくということはそう。 そこで、えー、ね期間講座で学習していた人と同じ学力にまで同じところにまでたどり着かせるというのがですね、えー、こちらの目標ということになっていきます。で、こちらなんですけれども先ほども言いました通りもし、ですね、えー、生講義木曜日の夜、えー、開講しております。木曜日の夜、えー、新宿エルタワー本校 ね、え来ることができるのであれば、えー、ぜひですねこの生講義の方でお待ちしております。でもう新宿エルタワーはちょっと来られないよという方ね、えー、やっぱりウェブオンリー通信オンリーで、えー、勉強していきたいんだよなっていう方もこちら、ねえー、ウェブオンリーの講座の方でお待ちしておりますので、えー、ぜひですねこちらの方をご検討いただければというふうに思うわけなんですがさて今回はこちら。 基要請コンプリート合格講座という講座とこちら過去問セレクト300攻略講座の方で具体的にどういうふうに講義を行っているのかというところをですね、えー、少しお時間いただきまして、えー、やっていきたいなというふうに思いますまずはですねこちら「基礎力要請コンプリート合格講座」えー、こちらですね「えー、宅見士合格の取説という本がありますけれどもこちらの本を使って どういう形で講義をしていっているのかちょっとですねその触りの部分だけでもご覧いただければというふうに思います。でもしですね皆さん今こちらご覧になっている時にですねこの「達研士合格の取説セ お手元にあるという方はですね、ぜひこの「たっ士合格の取説をですね、えー、見ながら聞いていただければというふうに思います。まあ、えーね、ないという方もですね、こちら、まあ、映し出しながらやっていきますので、まあ、ないという方もそれはそれで、えー、聞けると思いますので、まあ、こんな感じでやっていくんだなっていうところを見ていただければというふうに思います。で、えー、実際ですね、こちら。はい。 えー、レジュメの方白黒のレジュメがございますレ、えー、レジジメメのの方白黒のレジュメはあるんですけれども、まあ、こんな感じでですね、はい、第1ポイント契約の成立というふうにありますが実際の本はこんな感じです、えー、実際の本はこちらのようにフルカラーのテキストになっておりますで今回は、えー、こちらちょっと印刷上の都合でですね白黒ということになっていきますけれども、まあ、通常はフルカラーのテキストになっております ではこちらのテキストの二ページのところから説明を始めていきたいと思います。えー、テキスト二ページのところですね。はい。まあ権利関係編の二ページですね。はい。えー、こちらのテキスト三分冊になっておりますので、えー、権利関係編、宅建業法編、法令上の制限、税その他編ということで、三、えー、分冊になってますけれども、まあその中のね一番最初のところということで権利関係編の最初のページをご覧ください。 1> えー、第1ポイント契約の成立というところになっていきますでですねこの「たっ士合格の取説、えー、このテキストなんですけれども本当にですね、えー、基礎から書いておりますそして合格に必要なものを最小限ということにしておりますもう本当に最小限でこれ以上は削れないだろうっていうぐらいにですね、えー、もう合格に必要なものだけをピックアップして さすがにこれ以上削ると合格ラインまではたどり着けない、えー、そのギリギリのところまで、えーね、もう削りに削ったのがこのテキストということになっていきます。でそのテキストでやっていくので時間も半分で終わるということがですねまずこのコンプリート合格講座の特徴ということになります。そしてこのコンプリート合格講座、はい 半分の時間でやっていきますということは本当に必要なエッセンスだけをピックアップしてやっていくんだなっていうことになるわけなんですがさあそれを踏まえて2ページ最初のところをご覧くださいまずですね重要度 C って書いてありますよねそうなんかあまり重要じゃなさそうな、えー、ところが載っておりますそしてなんとその横の攻略メモのところにこのように載っております。この単元自体ははほととんんど出出題題さされれまませんといいう。うに載っております、はい。ね、出題されない なのにんでで載せるんですかと、ね、先ほど必要なものだけにこう、ね、えピックアップしてこう合格するのにこれだけは最低限というふうに、えー、言ってましたよねえ。なのにこれほとんど出題されませんってえじゃあこのページ削ってしまえばいいんじゃないんですかと思うかもしれませんが実はこのページ削れないんですなぜかと言いますとこちらです。ここを理解しておかないと 後々の勉強に関わってくるというところになるんですで、これはですね本当に押さえておいていただきたいこれから勉強を始める方特にですね試験に出るものだけを勉強していこうという学習法はかなり危険だということをまずは認識持っといてくださいどういうことかと言いますとこれ多分一番わかりやすい例がですね まあ、中学入試かなんかをちょっと考えていただけるといいと思うんですけれども。ね、なんか中学入試の算数の問題とかって、ね、なんかよく。ね、いろんなところで、こう、なんか、こんな難問が出てますみたいな感じで、見るじゃないですか。ね、怖もう、どんなか見ても厳しいなみたいな問題がいっぱい出てきますよね。え、ね、なんか食塩水の問題だとかですね、火の問題だとか、えー、難しいのがいっぱい出てきます。さあ、それでは聞きたいんですけれども、じゃあ、そういった、ね。 難しい中学入試の中で3かける。4は答えは12。これ出題されると思いますか？うん、絶対出題されませんよね。はい、えー、もうそんな掛け算の九九なんて出題されるはずがないんですよ。じゃあ掛け算の九九は出ないから勉強しなくていいのか？って言ったらそうもいかないじゃないですか。その食塩水の問題解くんだって。比の問題解くんだって。九九を知らないと解けませんよね。 ここの重要度 C というふうに書いてあるものっていうのは実は重要じゃありませんよっていうよりもむしろこれから重要なことを勉強していくための土台となる知識ですよだから飛ばさないでほしいなというのがですねここの重要度 C の意見だというふうに思っておいてください。ですので本当にこの契約の成立というところを知らないで この先の勉強をしていくとかなり苦戦するということは押さえておいてくださいでは最初のところから見ていきたいと思います契約とは何かということですねはい契約とは一言で言えば約束のことですと、えー、契約は両者の意思表示が合致した時に成立をしていきますでその下に A が土地を売りたいと思いましたそして B がその土地を買いたいと思いましたそれに対して A がですね 売りますというふうに、そう、この売りたいという気持ちを、売りますというふうに表示しました。意思を表示しましたね。そして、b も買いますというふうに意思を表示しました。そう、この両者の意思表示が合致した時に、契約というものは成立するというのが基本的な考え方になります。そして、契約が成立するとどうなるのかというと、その瞬間に所有権が b に移転するということは、この瞬間に。 A のものから B のものへと変わったということになるわけなんですねそしてこの契約の成立に書面は必要ないというところも押さえておいていただきたいんですで、どういうことですかって言いますと契約って約束のことですけれどもまあ、日常生活契約って普通にやっておりますまあ、例えば売買契約なんていうのもですね普通にやってるわけですよ 例えばコンビニでガムを1個買いますこれも一つの契約ですコンビニでガムを1個買いますこれも一つの契約なんですけれどもさてコンビニでガム1個買うときに書面契約書というものをわざわざ作成したりするでしょうかというお話なんですね そう考えてみてください、えーねえー、じゃあガムを買いますっていうふうに言った瞬間ですよコンビニエンスストアがですねあお買い上げありがとうございますそれではこん、えー、今回ですね、えー、契約書の方の作成から移らさせていただきたいと思います、えー、まずですね、えー「当コンビニエンスストアかこうとする」はですね「えー、友次正宏以下おつとすると」と、えー、ガム1個に対する売買契約を締結した、えー、第1条やりますかやらないですよね 下手したらテープだけね、えー、やってですねそのまま出てきますよね。そう書面なんんか作りませんということで書面はいいいいらなないというのが前提になっていきますまずここはしっかり押さえておいてください。で昔はですねこういう問題も出てました3ページのところにですね売買契約は書面によらなければならない。 これは年でですすか相当古いですね、はい、この時にはですねこういう問題も出ていました、えー、契約に署名は必要ないので罰で罰す、まあ、今はですねなかなかこういう簡単な問題というのはなかなか出題されませんけれどもだから、えーね、先ほど言いました通り試験に出ないよっていうふうに言ったのはそういうところなんですよね。ここがベースになってきて昔はそのベースの部分がそのまま出てきたんですけども今はそんなに、まあ、素直に聞いてくれないというところがあるわけですね。 では次ののページのところ参りまりすでは契約の成立というところです。一度決めた契約は守らなければなりません。それは約束ですからね。約束は守らなければならないものなんです。えー、土地を買うって契約をしたらその代金支払わなきゃいけません。買うって言ったんですから。そして土地を売るというふうに約束したんですからその土地をちゃんと引き渡さなければいけない。そう。売買契約が成立すると。 お互い義務を持つことにななるわけなんですねどういうことですかって言ったら A は売りますというふうに言ったんですからちゃんと B に土地を渡す義務があります。B も買いいますとううふうに言ったんですすからお金を払う義務がありますでこのように、はい、A は B に土地を渡す義務を負ってますし B は A に代金を払う義務を負ってるこのように相手に対して負う義務のことを、はい、こちらのところに載っておりますが。 相手に対して負う義務のことを債務というふうに言いますとそしてこの債務言い方を変えてみましょう言い方変えると B は A に土地の引き渡しを請求する権利があるつまり A は B に土地を渡さなければいけないってことは逆に言えば B から見れば A に対して土地を渡してよって言える権利を持っているというふうな言い方もできますよね それと同時に B は A にお金を支払うという義務があるわけですから A からしてみれば B に対してお金払ってよっていうふうに請求する権利がありますよね。なのでこのような相手に対して請求できる権利のことをこちら債権というふうに言います。でこのようにまあ債務ね債務義務ですからねはい。 えー、債権、まあ、権利ですからね、えー、というような言葉というものを今後まずは、えー、勉強するにあたって理解しておかなければいけない言葉だというふうになります。はいですので、えー、この A と B との間で売買契約が成立すると A は債務者になり債権者になるわけですよね。 B も債債務者者であり債権者になるわけですよねなんでって言ったら A も B もどちらも義務を持ってますし A も B もどちらも権利を持ってますからね。えー、ということで、えー、このようにお互い、えー、権利と義務を持つよということになっていきます。はいそそしてその下ですなお契約はお互い話し合って決めるもんなんでお互いが納得していればどんな契約でも構いません。はいいい、えー、お互いが納得していれば A と B がお互いこれでいいよっていうふうに言うのであればそれはどんな契約でも構いませんよっていうのがですねまあ基本的なルールになっていきますそしてこの権利関係の前半の部分のメインテーマって何かと言いますとこれの例外なんですよはいちょっと目次のところを見ていきますとこれの例外っていうのが結構この前半の多くのテーマになっていくんですねどういうことかと言いますと 例えば今言いました通り約束って守らなければいけないわけですよね。約束は守らなければならない。これが原則です。でも本当に守らなきゃダメですかねっていうことになるわけですよ。例えばその約束自体に問題があっても守らなきゃダメですか 例えばその A と B が売ります買いますというふうに言ったけれども実はそれが詐欺とかね相手を騙して売ります買いますと言わせたとか相手を脅して売ります買いますというふうに言わせたそんな時まで守らなきゃダメなんですかっていうのがこの第1章の意思表示の基本的な部分になってきます。今ののの話はこの第2ポイントの詐欺脅迫というところなんですけどね。例えば約束は守らなければならないなんですけれども。 はい例えばその約束をした人に問題がある場合この時まで守らなければいけないんですかねっていうことになるわけですよねえ例えばですねそのね判断力がまだない未成年者が、えー、ねまあよく考えずにえあじゃあ売りますとか言ってしまった、うん、でも言った以上守れよっていうのであればそれはあまりにも可哀想じゃないですかっていうのが第2章の制限行為能力者のメインポイントということになっていきますで。 先ほど、約束は守らなければならならいといいう,うに言いました。ねえー、約束、ねえー、守らなければいけないだからやらなければいけない義務、ね、債務というものはちゃんと果たさなければいけないわけですよね。債務というのは果たさなければいけないんだけどもその債務を不履行やってくれなかったらどうなってくるんですか、ね、約束破ったらどうなるんですかというのがこちらの第5コースにある債務不履行ということになりますし例えば先ほど言いました、えー、ね、 契約は書面でやらなき